ニーインブルク、ベーザーは、ドイツ連邦共和国ニーダーザック選のニーンブルク、ベーザー軍の軍長所在地である。ニーインブルク、ベーザーは、ハノーファーとブレーメントの間、ニーダーザック選中部のベーザー川沿いに位置する。この町は、ミッテルベーザー地方で最大の都市である。ニーインブルク、ベーザー市は、以下の地区を含む。中核市区もいくつかの小地区に分けられる。 その名称は公式文書内でも用いられる。ニーンブルクは1025年に民伝司教の文書に初めて記録されている。この文書の中でニーンブルクはノイエブルグと呼ばれており、この地にはそれ以前からすでに城があったか、あるいは近隣の古い城やドラーケンブルクに代わる城として新たに建設されたかのどちらかである。ニーンブルクは1215年に荒野白領となり、 1222年に都市権を獲得した。1345年に法野博家が分裂して、以降、1582年に法野博夫を7世が死死を残さずに亡くなるまで、ニーインブルクは法野博の宮廷所在地であった。その後、博領は解体され、ニーインブルクはブラウンシュバイクリューネブルク公の所領となり、要塞化されていった。 1650年頃のニーンブルクを描いたマテウス、メイリアンの同伴が30年戦争では、ニーンブルクも戦闘にさらされた。1623年、カレンベルクコンエオルクは、ニーンブルクに兵を招集した。1625年に、ティリー博の包囲攻撃を受けたが持ちこたえた。この包囲戦の間、ニーンブルク市民は、野襲を行い、ティリー軍の天幕と軍旗を奪った。 このグループはベイリゲロットと名乗った。この名称は現在でもニーンブルクの射撃祭の名に使われている。その後1627年、ニーンブルクは皇帝軍に占領され、ティリーハクは何度もニーンブルクに滞在し、パッペンハイムもしばしばこの町を訪れた。1635年にニーンブルクはゲオルクに脱回された。プラハ条約後はスウェーデン軍がこの町を占領した。 スウェーデン軍はベストファーレン条約員後も1650年まで占領を続けた。ニーンブルクは占領され、破壊され、戦費を課され、軍の駐留を受け、ペストに苦しめられたのである。7年戦争では1757年に今度はフランス軍により占領され、再び宿営と軍勢に苦しめられた。フランス軍は1758年に、 ブラウンシュバイク・ボルフェン・ビュッテル公使フェルディナントによって駆逐された。ナポレオン戦争の時代、1803年に、ニーンブルクは再び、フランス軍に占領された。その結果、住民はまたもや占領と宿営に苦しめられた。1810年から1813年まで、ニーンブルクは、フランス帝国、ベーザーミューンドング県ニーンブルク軍のコミューン、ニーンブルクとなった。この時期に、 死の防壁は取り壊された。ナポレオンのロシア遠征失敗後、1813年に、フランス軍は、ニーンブルクから撤退した。1847年、ハノーファー王国国営鉄道によって、ニーンブルクは、鉄道網に結ばれた。1933年の初め、この街ではスピードが最有力政党であったのだが、その後急速に、ナチスの統制下に置かれた。 1945年4月9日、イギリス軍がニーンブルクに進軍してきた。戦後、シュレージエンから放築された人々を含め数多くの難民が市内に流入した。ランゲンダムやツイーゲルカンプ通りに、それらの人々を収容する難民キャンプが設けられた。ニーダーザク先週の地域再編に伴って1974年に隣接するエイリヒスハーゲンベルペ、ホルトルフ、 ランゲンダム、シェーファーホーフ、カットリーデが、ニーンブルクに合併した。ニーンブルク、ベーザー市長者、ニーンブルク、ベーザーの市議会は38議席からなる。この他に、市長のヘンニングオンケースも議会に加わる。金字と赤字に左右に分割。向かって、左はさらに上下に分割。上部は9つのハートを散らした中に向かって、 左方向に歩く赤い舌を出した青い獅子。下部は向かって左上に向けて置かれた赤い爪を持つ黒い熊の手。向かって左は十一階の凹凸を持つアーチで縁取られ、銀の落とし柵を持つ開いた門がある五回凹凸のある橋壁の上に三本の青い屋根の先頭。塔にはそれぞれ三つの窓があり、金の玉をいただいている。 熊の手は1215年から1582年までこの町を治めたヤやクを示している。ハートマークと死死はベルフェンカ、すなわち1582年から1866年までニンブルクを統治したブラウン・シュバイク・リュー・ネブルク港を表す。塔のある楼門は自衛が堅固であることを象徴しており、都市権を有していることを暗示している。 ニーインブルクは1976年から2007年まで、プロテスタント、ルター派のハノーファー地方協会カレンベルク法や、協会管区地方教区監督所在地であった。ライン通り48番のジャズクラブ、ニーインブルク EV の地下では、定期的に演奏会が開催されている。さらにライン通り 48A の建物には、ニーインブルク、ベーザー音楽スクール EV があり、射撃大会、 聖霊降臨祭のコンサート、国民哀悼の日の演奏を通して、ニーンブルクの音楽生活の充実に寄与している。さらに音楽スクールの生徒たちは、小さなステージでコンサートを行ったり、友一や、博物館祭で伴奏を行ったりもしている。年に一度、ニーンブルク、ベーザー音楽スクール EV のコンサートオーケストラ、スイングオーケストラ、有限と公共楽団のコンサートが開催される。 聖マルティン協会と木組建築ニーインブルク中心部の通りの配置は中世のものと同じであり、1634年のハーメルマンの都市計画が見て取れる。多くの建物も中世に建造されたものである。ニーインブルク中心街の夜景ツアーも観光客には興味深い。市街近郊の見どころとしては、ビュケン修道院協会、ホーヤーラント制度を 中世の死闘会が1163年に建造したロック無修道院の施設、初期古典主義様式でロマン派時代に作られた新浴場、遊歩道フリーデリケ礼拝堂や旧クアパークの一部と、いったバートレーブルクの歴史的な温泉施設が挙げられる。ニンブルク市内にはこの地方の芸術家による彫刻やオブジェクトが点在している。これらの作品はブロンズ、特殊鋼。 石材、花崗岩、木材など様々な素材で作られている。旧市街、編集旧市街以外、編集ブルーフ通りのユダヤ人墓地には1694年から1950年までに、ニーンブルク及びその周辺で亡くなったユダヤ人の墓石が200基以上ある。このユダヤ人墓地は、保護文化財に指定されている。ザムトゲマインでマルクローエンに面するオイラーさんは、 見事な眺望と心良い散歩道があるとても魅力的な景観の場所である。ニーンブルクの東、シュテックゼ近郊の森、クレーにあるギービヒエンシュタインは氷河時代に運ばれてきた氷石で、この種のものとしてはニーダーザク選手最大のものである。ニーンブルクで最も高いレベルのリーグでプレーしているサッカークラブは、ベツイルクリーガの ASC ニーンブルクである。 2003年に創設された HSG ニーンブルクは約30チーム500人のハンドボール選手を擁するニーダーザク選手最大のハンドボールクラブの一つである。HSG の男子第一チームはニーダーザク選手オーバーリーガ、女子第一チームはハノーファーランデスリーガでプレーしている。HSG が主催するジュニアトーナメントダットベイリゲロットは北ドイツ最大の 室内トーナメントの一つである。ニーンブルクは毎年開催されるニーダーブルガー・シュッパーゲル・ラウフというレースの開催地である。2007年のこのレースには約1000人の選手が参加した。1986年以降、ニーンブルクはドイツ最大のバレーボールジュニアトーナメント、クライネ・ニーンブルクリンの開催地である。バレーボールでは VC ・ニーンブルクが 男女共にオーバーリーガでプレーする最も強いクラブである。TKW ニンブルクの女子第一チームもフェアバンツリーガの上位にいる。多くのジュニアチームが参加して定期的に開催されている地方チャンピオン大会でもこの両クラブのジュニア部門が強さを発揮している。1999年からはニンブルガーシティーナハトが開催されている。これは ニーンブルク市庁舎の周辺で行われる自転車レースである。国際的なモータースポーツにもニーンブルクから参加しているチームがある。ビーハースシュポルトはツーリングカーのチームで1999年から国内線に参加し2005年に世界ツーリングカー選手権のスタートラインに着いた。ビーハースシュポルトは国際ツーリングカースポーツで最も成功した。 プライベートチームの一つである。2006年、ニーインブルク、ベーザー郡内で、初のアメリカンフットボールチームが、スポーツクラブ NC タウルス内に創設され、フェアバンツリーがノルトでプレーしている。ニーインブルクでは、ボート競技も人気である。ディスの他ニーインブルクボートサークル EV でプレーしている。小さなニーインブルク娘、小さなニーインブルク娘は、民謡のタイトルをかたどった像である。 このブロンズ像は1975年に郵便局の裏に設置された。1994年から毎年若い女性が軍内から選ばれ、市の政治行政や経済行事の際に代表を務める。この時女性はビーダーマイヤー時代の歴史的衣装を身につけて現れる。小さなニーンブルク娘の像は、 ハーナウからブレーメンに至るドイツメルヘン街道のニーンブルクを象徴するモニュメントである。郵便局の横入り口にはグロッケンがあり、毎日9時、12時、15時に民衆か私は小さなニーンブルク娘のメロディーを響かせる。この歌はかつてこの街やその周辺でよく知られていた曲であった。歌詞の小さなニーンブルク娘をカレンブルクの農民と変えて歌われることもあった。 こうした替え歌は領域の境界付近で作られ、隣の領域をからかうといった民族学的意味を持つ。この替え歌はリューネブルク高領とカレンベルク高領との境界を思い起こさせるものである。その境界線はこの町からわずか数キロメートル北と東に引かれていた。最大の生産工場はアード・グラス・ジャーマニー・ GMBH である。この会社はドイツに9つある。 ガラス容器を製造している工場の一つである。この他にニーインブルクにはバスフカットリスッツジャーマニー GMBH の触媒工場がある。その製品は自動車の排気ガス処理触媒反応に用いられている。ニーインブルク、ベーザー駅の S バーンニーインブルクは連邦道 B6 号線、B214 号線、B215 号線、B209 号線経由でアクセスできる。 ニーインブルク、ベーザー駅は、ブレーメンハノーファー線にあり、ここから民電域のベーザーアラー鉄道が分岐している。この駅には、オルデンブルクハノーファーマクデーブルクライプツヒ、ベルリンと運行する、第56系統のインターシティが2時間ごとに、発着する。この駅を経由する、旅客運行している路線は、以下の通りである。市内は4つのバス路線で結ばれている。バス路線網は、 ランデブーコンセプトに基づいて設計されており、その乗り換えの中心となるのは、シティとレフバス停である。第1系統と第3系統は共に駅を経由し、終点が互いに接続しており、乗り換えの負担を軽減している。バスは平日のみの運行で土曜日は14時30分分に終了する。鉄道ラーデン、ニーンブルク線は、ニーンブルクからリーベナウまでの区間では、 貨物運行のみを行っている。ニーンブルクディープホールツ線は1997年にニーンブルクズーリングゲムが廃止された。この町はベーザー側を利用した内陸水路網にも直接面している。ミッテルラント運河は3 5トルの距離にある。ニーンブルクはレーン病院グループに加盟しているミッテルベーザー病院の本院所在地である。ニーンブルク病院はかつて イギリス軍が利用していたムトラ兵舎後に2006年に建設された新しい建物である。フェルデナーラント通りにはニーインブルク、ベーザー軍の消防技術センターがある。ここには軍域内の緊急出動を管理する指令センターがある。ニーインブルク市の消防はニーインブルク、ホルトルフ、エイリヒスハーゲン、ランゲンダムの4つの消防団からなる。 地区の消防団は自由意志による参加であるが、ベルリナーリングの中核市区監視所には、昼間は1000人の消防士がいる。ニーンブルク市の消防団は2006年には、年間約440回出動したが、このうち300回は、中核市区の消防士によるものである。ニーンブルクは、軍事都市として30年戦争にまで遡る長い伝統がある。1943年、 ムトラ兵舎にインフォンテリーのクリシュトンエザッツコンパニエ269と非常設のレジェマンチョル269が配備された。1950年から1996年にオスナブリュックに移転するまで、ここにはイギリス陸軍ライン軍団第21公平連隊が駐留した。1975年からドイツ連邦軍はランゲンダムのクラウゼビッツ兵舎を利用して、 第3装甲旅団の大部分と第1砲兵連隊の一部を配備している。現在ここにはシミックセンターと第912電子戦司令部が駐屯している。フォルカーフィンケ、ありがとうございます。